地球の国全部行く。4月中旬、大谷を見にロサンゼルスに行ってきました。大谷選手が所属しているドジャースの本拠地ドジャースタジアムはロサンゼルスのダウンタウン地区にあるので、ダウンタウン地区のホテルに泊まる日本人も多いはず。でもロスのダウンタウンは治安が悪い地区で、路上にテントや寝袋で寝ている人たちがたくさんいました。さらに全米でも治安最悪と言われるスキッドローというエリアもあるので要注意です。今回はロサンゼルスのダウンタウン地区の治安について、実際に夜歩いたり地下鉄やバスに乗った時の実体験をもとにお伝えします。ホテル近くのセブンスストリート駅近くです。さあ、ではなんかいいっすね。夜も綺麗な、やっぱこういうヒストリカルなビルはやっぱ綺麗な、ライトアップ綺麗ですね。で、ちょっとやだな、ここはちょっと走ってこう。人通りの少ない通りはかなりヤバい雰囲気でした。レイカス？レイカスですよ。なかなかちょっとまだ初日で行きたい店に行けなかったんで、さあ、いやー疲れた。ちなみに宿はフリーハンドというところで、8人共同のドミトリールームに泊まりました。2段ベッド1つなのに1泊8000円と高かった。延長でドジャース戦終了が11時半、4番の路線バスでダウンタウンのホテルに戻っていたのですが、突然バスが止まり、運転手から全員降りろと言われてびっくり。アクシデントのためこれ以上進めないということで、仕方なく全員で歩きました。真夜中のダウンタウン、非常に怖かったのですが、交差点まで進むとこのように消防車が道を塞いでいました。ちなみに日中見かけたロスの消防車、結構かっこいいです。よく見ると車が大破していて、交差点で正面衝突したようです。事故も治安も両方怖いけど、真夜中で車も人もいないので仕方なく歩き続けました。なんとか無事にホテルに戻ると夜中の1時。いやー、夜中のバスはやめた方がいいですね。アメリカは配車サービスの Uber が便利で、ネットですぐに車が来てくれるのですが、かなり高いです。一人旅行だときつい。その点、ロサンゼルス市内の地下鉄メトロ、市バスは1回 1.75 ドル、さらに2時間以内の乗り換えは無料とかなりお得。さらに、1日3回乗って5ドルを超えると、それ以上は費用がかからず何度乗っても無料となるので、めちゃくちゃお得です。 Google マップで目的地までメトロとバスの乗り換え、次のバスの時間まで詳細に分かるので、かなり便利でした。ただしメトロもバスもホームレスや泥棒も乗っていることがあるので要注意です。メトロに乗っていると突然叫び出す人を何回か見かけました。大きな声で訴えているようで、社会への不満を叫んでいるのでしょうか。また横になって寝ている人が1車両に1人はいます。ホームレスは夜なかなか眠れないので、昼間暖かいメトロやバスで寝たり、薬をやっている人は効果が切れてそのまま眠り続けるといった感じ。尿を垂れ流しで匂いがきついので、メトロは隣の車両に移れば良いのですが、バスは車内中臭くてきつかった。また突然制服を着た職員が車内に入ってきて、タップカードを見せろと一人ずつ確認することもありました。持っていない人は職員に連行されます。メトロやバスの利用はなるべく昼間の明るい時間帯のみにしましょう。ガラガラの時はなるべく一般の人が多いところに座りましょう。周りに人が誰もいないと襲われる可能性があります。夜メトロに乗ると襲われて金品を盗まれることもあるので、夜間にメトロやバスは使わないようにしましょう。また私のイタリア・オランダ駐在経験から、メトロで盗難被害に遭うのは電車への乗り降りの時が最も多いです。スリは電車の扉が開き、乗り込む時に財布やバッグを盗みます。そしてドアが閉まれば被害者は電車内、
犯人はホームにいるので捕まえることができません。なので電車の乗り降りの際には十分注意しましょう。メトロでサンタモニカのビーチに向かっている時の様子、なぜか裸足でスマホをいじる女性がいました。この方は終点のサンタモニカで降りてずっと裸足で歩いていました。ちなみにサンタモニカは世界的にも有名なビーチですが、ホームレスがたくさんいて寝袋やテントで寝ていました。バスもメトロと同様にずっと寝ている人が何人もいます。連結型の2車両分の長いバスが多く、後ろの方は運転手の目が届かないのでなるべく前の方に座りましょう。ただし一番前は優先席なので座らないように。バスも夜遅くには乗らない方が良いでしょう。今回のロス旅行では昼も夜もメトロバスに乗りまくり、ダウンタウンを夜歩いても特に問題はありませんでした。ただ何もなかったから治安が良いというわけではなく、たまたま犯罪に遭わなかっただけとも言えます。特に夜のダウンタウンは危険ですので出歩かないようにしましょう。以上、ご視聴ありがとうございました。